マデーラ川、流域ポルトベイリ近郊を流れるマデーラ川、マデーラ川を含むアマゾン川の支流マデーラ川は、南米を代表する大河であると同時にアマゾン川の最大の支流である。全長3 3 8 0トル。広大な流域では年平均750ないし3000ミリメートルの降水量があり、マデーラ上流域では1705ミ、mm、リメートル年である。 雨量の最小は490ミ、mm、リメートル、最大は7000ミ、mm、リメートルである。マデーラ川上流部だけで17000立方メートル、秒の流量があり、これは、コンゴ川の半分に達する世界有数の規模である。このうち、約25%の4170立方メートル、秒は、ボリビアのアンデス地方から来るものである。合流部は39,732トンで、 今後川を越える。サンタクルス・デラシエラからクスコに至るアンデス地域からは、北西方向に、ブラジルのマットグロッソ州全域からは、南西方向に、チキトスからは、北方向に港を集め、グアジャラミリン付近でマデーラ川に集まる。この総流域面積は85万平方キロメートルで、フランスとスペインの面積を合わせた大きさに匹敵する。 マデーラに流入する主な河川としては、グアポレー川、バウレス川、ブランコ川、イトナマ川、マモレ川、ベニ川、マユタタ川があり、これらの川はさらに数多くの支流からなる。マデーラ川上流の支流域は広々とたモホス、ヒラノとベニヒラノで9万平方キロメートル程度の地域が3から4ヶ月にわたって1メートル程度水没する。マデーラ川は、 ボリビアとブラジルの国境に沿って約1 0 0トル北側に流れる。アブナ川と合流した後は、ブラジル北西部のロンドニア州やアマゾナス州を蛇行して北西に流れて行き、アマゾン本流に合流する。合流点にはスピナンバラナス島があり、広大な湿地帯が広がる。浮気には水位が1 5ル以上も上がり、 海洋航行船が川口から 1070km 上流のポルト米与近くのサンアントニオ滝まで遡上できる。しかし6月から11月の寒気には2メートル程度の水位になるため航空機で行き来することになる。アマゾンカワイルカの一種がマデーラ水系に生息していることが知られている。十九世紀後半、マデーラ川の航行困難な急流を回避するために鉄道建設が たびたび計画される。アマゾンの天然ゴム資源を発端に発生したアクレ紛争が1899年に起こる。この紛争の講和条約であるペトルポリス条約でブラジル政府が資金を提供して鉄道工事が始まる。6年半の難工事の末、1912年にマデーラマモレ鉄道が開通する。2007年7月に ブラジル政府により2つの発電ダム建設が承認されたが、環境保護団体などが反対運動を起こしている。ウォーターソルトバランススオブザベリビアンアマゾン、ユネスコハット BBC ニュースオンライン、2007ブラジルギブスアマゾンダムスゴアヘッド、10時来、アベラブルフロム。 http://news.bbc.co.uk スラッシュ2スラッシュハイスラッシュアメリカズスラッシュ 6286804.stm.accesed16july2007 ありがとうございます、ね。<re>